まずは、1枚の写真をご覧ください。5年前の深夜、とあるホテルの一室で撮られたものです。レースカーテン越しに青く光る窓。この1枚が複雑に絡み合う恐ろしい事件の真相に繋がっていたのです。こんにちは、ウけつと申します。先日、新谷さんという雑誌記者と雑談をしていた際、奇妙な体験談を教えてもらいました。 5年前の9月7日、ローカルグルメの取材のために、三重県の菅原というところに行ったんです。取材自体は割と早く終わったんで、日帰りでもよかったんですけど、その日は夜から明け方にかけて、雨と強風の予報が出てたんで、途中で新幹線が止まって足止めされても嫌だなと思って、ホテルを取ることにしたんです。もう今はないんですけど、七夜木ホテルってとこです。七夜木ホテルすごい中ですね。 自然は豊かだけど周りに何もなくて寂しかったですね。こんなところじゃ客入りも少なくて経営状態は最悪だったようです。電気代の節約なのかライトアップもなくて雰囲気が暗かったのを覚えてます。へえ、ちょっと怖いですね。他にお客さんは確かフロントの人が珍しく団体さんが1組いらしてるって言ってました。でも館内は静かでしたね。僕がホテルに入ったのは8時過ぎで。 天気も天気だから出かけるわけにもいかず、パパッとお風呂入って取材原稿をまとめて、12時前にはベッドに入りました。割とすぐに寝入ったと思うんですけど、夜中に音で目を覚ましたんです。音パンっていう破裂音でした。それで驚いて飛び起きたんですけど、その時変なものを見ちゃって、窓が青く光ってたんです。今、写真を送ります。 職業病で、珍しいものを見ると、反射的に写真を撮っちゃうんですよね。寝ぼけてたけど、とっさにスマホで撮影しました。光ってたのは、体感で10秒くらいだったかな。その後、突然、光は音もなく消えて、窓の外は暗闇に戻りました。恐る恐る窓に近づいて、外の様子を見たんですけど、何も変わったところはなくて、ホテルの向こうに広がる林の木が、風で怪しくうごめいてて、なんだか怖くなっちゃって、 布団をかぶって夜を越しました。次の日は予定もなかったからまっすぐ東京に帰ったんですけど、自宅に戻って夕刊を開いたらびっくりしました。七上げホテルの近くで遺体が見つかったそうです。2019年9月8日未明、三重県の公道で乗用車が道路脇の樹木に衝突しているのが発見された。事故から数時間が経過していたとみられ、運転手は死亡していた。 亡くなったのは東京都在住の会社員、倉部誠司さん。彼の車のトランクには遺体が積まれていた。トランクから白骨化した遺体と土のついたスコップが発見されたそうです。その後、近くの林から土を掘り返した後と白骨の破片が見つかったみたいで。つまり、後の調べで倉部誠司の足取りが判明した。死亡した倉部は9月7日の午後、 車で東京の自宅を出て三重県に移動。夕方、現場付近のホテルにチェックイン。8日の午前1時過ぎ、ホテルから外出。その後、付近の公道で事故し。彼の動きと現場の位置関係から警察は次のような結論を出した。比べはかつてこの場所に遺体を埋めた。彼は自分が埋めた遺体を掘り返すためにホテルに宿を取り、夜中に車で外出し、 掘り返した遺体をトランクに積み込んだ。そしてホテルに戻る途中に自孫事故を起こして死亡もしかしてこのホテルって引上ホテルです僕が泊まった日比べもあのホテルにいたんですそして僕があの青い光を見た夜比べは遺体を掘り返してその後事故死したとはいえそこに何か関係があるのかといえば見当もつかないんですけどね 今でも謎のま,まですうーん。ところで、倉部誠ジが掘り返した遺体は誰のものだったんですか若い女の子です。被害者は、東京都在住の春ナ・ミライさん17歳。生前はアイドルとして活動しており、今後のブレイクが期待されていたが、亡くなる3ヶ月前に失踪。行方がわからなくなっていたという。クラ部との接点は不明だが、 両者とも東京都世田谷区に自宅があった。クラは過去に性犯罪で何回も逮捕されたことがあるみたいで、想像したくもないですけど、多分ハルキナミライさんを誘拐して乱暴している途中に死なせてしまったんでしょうね。そして遺体を三重県の森林に埋めた。でもどうして後になって掘り返したんでしょうか。なんでも当時その付近で森林開発の話が持ち上がったみたいで、開発が入って見つかる前に、 遺体を別の場所に移そううと思ったんでしょう、ね、で、しょね掘り返した直後に天罰が当たったのか事故死。まあ、事件の全容はおおむね明らかになったけど、比べの事故に関して一つだけ不可解な点があるそうなんです。不可解な点車に急ブレーキと急ハンドルの跡が残っていたそうです。事故現場は直線道路、ハンドルを切るのはおかしいですよね。 当初は道に出てきた動物を避けようとしたんじゃないかって言われてたみたいですが、現場付近の防犯カメラには何も映ってなかったそうです。つまり、クラベは目に見えない何かを避けようとして事故を起こした。みたいなオカルト話も出回りましたけど、まあ、まあ、言つばですよね。クラベ誠司が事故死した夜、新谷さんが目撃した青い光。 光ってたのは体感で10秒。くらいだったかな10秒稲光にしては長すぎる。かといって、クラベが事故を起こした際の爆発や火炎にしては、ホテルと現場の距離が遠すぎる。だとしたら。考えたくはありませんが、霊現象のようなものを想像してしまいます。あ。これ。 その動画は2022年の8月に投稿されたもので現在は廃墟となっている七上げホテルを探索するという内容でした投稿者の許可を得てその一部を抜粋します雨だやばいね雨だやばいよあのさみんな知ってるあの今いるこの七上げホテルっていう場所の廃墟なんだけどこの七上げホテルっていうのが いわ,くつきいわくつきがあるでどういういわくつきかって言うとなんか34年前にあの地下アイドルの女の子がこの近くであの遺体で見つかったみたいなニュースがあるらしいそれでその犯人も事故で死んじゃったんだけどその犯人が死ぬ直前まで止まってたホテルがこの七夜ホテル。 っていうのをウィキペディアで見たそういう意味でめっちゃ不気味なホテルでもさそういうエピソード抜きにしてもめっちゃ怖いよねなんかすごい古いし換気扇もむき出しだしさ年季入ってるよねあ事務所だわ事務所入れたら俺は面白いけど やっぱ借り方っていうのね。どうだろうおっ。入れるじゃん。すげえ。わすげえ、そのまんまだ。そのまんま残ってる。なんかこれも噂なんだけど、このホテルだいぶ経営やわかったらしくて、で、オーナーがめっちゃ借金背負ってて、もう夜逃げ当然で廃業したらしい。だから。 多分もうこういう備品とかもそのままそのまんまなんだよね。もう持ち出す暇がなかったみたいな。だから多分こういう資料みたいなのも残ってるみたい。これ何の資料え、ちょっと待って、お客様名簿って書いてない。個人情報やばいでしょ。あ、でもさ、お客さん名簿ってことは、ここに犯人の名前書いてあるんじゃね 犯人このホテに泊まってるんだから。犯人の名前書いてるかもしれないよね。ちょっと見てみようか。事件が起きたのが2019年の9月らしい。だから多分これだね。えっと見てみよう。犯人の名前書いてやったら怖いよ。わ。すげえフルネーム書いてあるんじゃん。 こんなにいっぱいでもあれか電話番号とか住所とか書いてないからモザイクかけなくても大丈夫か、まあ、それは俺のモラルの問題ではあるけどえっと事件起きたので9月だからこれまだ8月かまず先だよね8月8月8月 ちょっっと待って、これかもこいつかもクラベってやつらしいクラベだよねクラベって読むよねやべえ本当に止まってたんだあれちょっと待ってなんか声聞こえない女の人の声聞こえないちょっと待ってなんか男の声も聞こえる気がするえっちょっと、ね、やばいならえ やばいってえっウソだらい、ね、誰もならねだらいならねどうしようどうしようこれちょっと逃げたほうがいいかも事故遺体青い光そして声調べるほど謎が深まっていきますそこで私は一人の知人に助けを求めることにしました 栗原でですすお久ししぶりです佐藤さんは素晴らしい俳優でし以前から何度も動画に協力してくれている栗原さんです彼は大学時代オカルト研究会に所属しており霊現象について何かアドバイスをもらえるのではないかと相談しましたところが霊現象なわけないじゃないですかでも確かに動画に鳴き声と呻めき声が入ってたんですよ受け京さん面白いものを聞かせてあげます <laughs> え<っ>これこれはネットで無料でダウンロードすることができるいわゆるフリー音源ですつまり謎の声の正体は効果音その外国人 YouTuber が後から編集で入れたんでしょうやらせってことですか心霊動画に入っている怪奇現象は97%がやらせだと思っています残りの3%は 不明とでも言っておきましょうか。世の中、理屈で説明できないことは3%程度しかありません。じゃあ、青い窓についてはどうですか理屈で説明できますええ、一言で説明できます。窓の外に光る何かがあった。それだけです。いや、それはわかってるんですけど。そう言いかけたとき、違和感に気づきました。窓の外が光った、ではなく、 光る何かがあったまるで窓の外に青色の発光体があったかのようなでは光の正体は何だったのかヒントになる要素を確認していきましょうまず私が気になったのは新谷さんが聞いた音です夜中に音で目を覚ましたんです「パン」っていう破裂音でしたこのパンという音が、 青色の光が点灯するスイッチ音だったのではないかと私は考えました例えば何者かがホテルに向かって巨大なライトを設置したとします巨大なライト巨大なライトですからスイッチ音も大きいはずですその音で新谷さんは目を覚ましたそして窓越しにライトの光を見たい,いやあのただしこの説には問題点があります新谷さんによると 光は突然音もなく消えたそうですねつまり点灯時には鳴ったスイッチオンが消灯時には鳴らなかったこれはおかしいですそれだけではありません光が消えた後新谷さんは窓の外を見たホテルの向こうに広がる林の木が風でうごめいていて不気味でした向こうの景色が見えたということはその時点でライトはなかった巨大なものをそんなに素早く撤去するのは不可能よって 光源はは巨大なななライトではないといととうことになります当たり前のことを長々と説明したなでは光源は何だったのかここで注目すべきはその夜の気候ですその日は夜から明け方にかけて雨と強風の予報が出てたんで強風が吹いていたということはですよ光る巨大な物体が風で飛ばされてホテルの壁に激突したとは考えられないでしょうか例えば 電光掲示板とかイルミネーションとかねパンという音は衝突音だったわけですやがて風が止み下に落ちたうーんさっきのよりはちょっとだけ現実的な気はしますけどただしこれにも問題点はありますどれほど風が強かったとしても電光掲示板のような重いものが10秒も壁に張り付いていたとは考えられない それにホテルの下にそんなものが落ちていたら新谷さんが気づくはずですつまり光る物体は10秒もの間風で壁に張り付いていられるほど軽くて薄いものだった風が止んだ後誰かがそれを素早く回収した誰かが前者に関しては物理的には可能ですウケさん夜光塗料って知ってますか暗闇で光を放出する物質です電気を使わず発光するのが特徴で アクセサリーや釣り具なんかによく使われますああ暗いところで光るあれですか一般的な夜光塗料の光はあまり強くないですがヘリポートや軍需品に使われる高価な製品はかなり強力な光を放ちます大きな紙や布に夜光塗料を厚く塗れば光る巨大な薄い物体が作れるというわけですそれが強風によってホテルの壁に張り付いた残る疑問は 誰が何ののたためにそんなものを作り、どうやって回収したかです。ここで私は新谷さんのとある発言に注目しました確かフロントの人が珍しく団体さんが1組いらしてるって言ってました雨と強風の日に山あいのさびれたホテルに泊まる団体客ちょっと変じゃありませんかまあ言われてみればではその団体客とはどんな連中だったのか 例の動画を確認ししてみましょう<月>この日、七八木ホテルに泊まっていたのは、新谷さん、倉部容疑者を除くと8人。では、この中の誰が団体さんなのか、部屋番号から推測していきます。七八木ホテルの客室は2階から7階、そしてワンフロアに窓が6つ。名簿に書かれている部屋番号に06より上がないことから。 ワンフロアには6部屋しかないと思われます仮に向かって左から0106としますもしかしたら逆かもしれませんがどちらにせよ私の推理に影響はありません宿泊者名簿をもとにこの日の部屋割りを作ってみましょう秋健太郎603師の和也701枝野誠 宿泊者の名前を書いていくとだんだん不思議な感覚が湧いてきましたんこれもしかしてわかりましたか石野村井猿張秋枝野田中刈谷名崎の8人が 3×3 の四角形を形作っているんですホテル側がこんな不可解な部屋割りをするメリットはありませんから 彼ら自身が予約のの段階ででこれを望んだのでしょうつまり、この8人が団体客です。そして注目すべきは、新谷さんの部屋。経営難の七八木ホテルは、おそらく光熱費節約のために客を限られたフロアに詰め込む必要があった。結果、新谷さんは団体客が作る四角形の隣に泊まることになったわけです。それによって、彼は不思議な光景を目にすることになる。 団体客によって作られた青い窓です。団体客によって作られた横断幕のようなものを想像してください。深夜、彼らは窓から手を出し、8人で協力して夜光塗料を塗りたくった光る紙を外に向かって広げた。ところが、おそらく途中で強風が吹き、向かって左側の誰かが耐えきれず手を離してしまった。支えを一つ失ったことで強度は弱くなり、一人、 ままた一人と手を離してしてうそしてついに紙は本がめくれるようにホテルの壁に打ち付けられるその音で目を覚ました新谷さんは裏返った紙を見た強風が止んだ後団体客は慌てて紙を回収こう考えれば窓が10秒も光ったことその後跡形もなく光が消えたことどちらも説明がつきます確かにそうですけど どうして団体客はそんなことを単純な話です彼らは外に向かって青色の紙を貼り出したつまり外にいる誰かにそれを見せたかったんです外にいる誰か人里離れたこの場所で深夜に出歩いている人なんてめったにいないでしょうしかしこの夜に限っては一人の人物が外出していた倉部べ誠司ですか地図を見ると、 面白いことがわかります。倉部容疑者が事故を起こした場所は、七上げホテルのちょうど真正面なんです。彼がこの道を走った時刻と、団体客が髪を広げた時刻が同じだったとしたら、彼は事故の直前に青色の光を見たことになります。あるいは、青い光を見たせいで、事故を起こしてしまったとも考えられる。青いい光を見たせいで 信号と見間違えたとかいや、それだったら急ブレーキをかけるのはおかしいか。じゃあ、突然暗闇が青く光ったからびっくりしたびっくりはするかもしれませんが、事故を起こすほどではないでしょう。その光には、彼を激しく動揺させるある仕掛けが施されていたと考えるべきです。写真をもう一度よく見てください。光の中にカーテンのシワとは異なる 2本の線が見えませんかコントラストを強くするとよりはっきりします何かの影ですか実はこれある写真と完全に一致するんです宇ケさんもすでに見ているはずですよ遺体の身元が特定された際の新聞記事ですえそれって春ナ菜未来さんの彼女の顔部屋の写真と合わせてみると面白いことが分かります それは偶然の一致とは思えませんでしたじゃあ青い紙に仕掛けられていたのは窓から見えるのは紙の一部ですすると紙全体には未来さんの顔が大きく描かれていたと考えられる仕組みは簡単ですまず巨大な紙一面に大きく未来さんの顔をプリントしてその上から夜光塗料を塗る 夜行塗料は下地の色が異なる部分は違う光り方をするという性質を持っています。これを暗闇の中で掲げたら、どんな風に見えるでしょうか。幽霊倉部容疑者はカーブを曲がった瞬間、幽霊に出くわしたことになります。ただでさえ、真夜中に一人で遺体を掘り起こした直後、恐怖、不安、焦りで心は乱れていたことでしょう。そんな中、死人が目の前に化けて出たら、 冷静ななな判断力などを吹き飛んでもおかしくない。ラ部は未来さんの幽霊を避けようとして急ハンドルを切った防犯カメラに何も映っていないのは当然です避ける対象は道路ではなくそのはるか向こう側にあったんですからなるほどうん待ってくださいということは団体客の8人はラ部を事故に合わせる目的で これが意図的に行われたのだとしたら、いたずらや冗談では済まされないでしょう。れっきとした遠隔犯罪です。遠隔犯罪比べと8人の間に一体どんなつながりが残念ながら、私が推理できたのはここまでです。何か新しい情報が見つかったら連絡してください。どんなに小さなことでも構いません。電話を切った後 私は事件の経緯について詳しく調べることにしました。すべての発端となったのは2019年6月8日、東京都在住の春木奈未来さん17歳が失踪したことから事件は始まった。未来さんは当時アイドルとして活動しており、ミララちゃんという愛称でファンから親しまれ、今後のブレイクが期待されていた。しかし、6月8日の午前8時ろ、母親に 友達と遊びに渋谷に行ってくると伝え、外出して以降、行方がわからなくなった。未来さんの自宅が繁華街にあったこともあり、目撃証言は曖昧なものが大半で、捜査は難航。友達が誰を意味するのかも不明だったという。しかし唯一、SNS に事件の痕跡が残されていた。当時、未来さんは X、当時の名称、Twitter に、 いわゆる裏アカウントを持っていた。アイドルの春気な未来であることは伏せていたが、投稿写真や内容から未来さんのものであることはファンの間では公然となっていたという。彼女が失踪した6月8日の昼過ぎ、このアカウントに奇妙な言葉が投稿された。なんかヤバそう。トイレに逃げた。鍵もかけた。どうしよう。これを最後に投稿は途絶え。 三ヶ月後の九月八日、三重県で遺体が発見される。遺体は白骨化が進んでいたが、そこから検出された DNA と、未来さんの自宅に残された髪の毛の DNA が一致したため、特定に至ったという。犯人とされるのが、倉部誠司、去年四五歳、三重県出身。地元の有力企業リ針ラグループ、現会長の次男で、大学卒業後も定職に就かず、 悠々自適な生活を送っていた。若い頃から女性への乱暴行為を繰り返していたが、いずれも両親が多額の示談金を払い不起訴処分になっていた。しかし、27歳の時、4度目の逮捕で相手側が被害届を取り下げず、拘置所で約1ヶ月を過ごす。結果、証拠不十分で不起訴となったが、1ヶ月の交流生活がよほど応えたのか、それ以降の逮捕歴はない。 翌年、親元を離れて調教し、一般企業に就職、32歳で結婚。この時、無こう用時に入り、妻の名字である、クラに改正している。逮捕歴のある旧姓を捨てたかったのかもしれない。二人の子供にも恵まれ、更生したと思われたが、2019年に再び事件を起こす。容疑者が死亡したためか、重大な事件にもかかわらず、 遺体の身元特定以降の速報はほとんど見つかりませんでした。世間的にも5年の月日を経て事件自体が風化してしまった印象を受けました。事件だけでなく未来さんが所属していた事務所やレコード会社からも彼女の名前は消されています。華やかな芸能界において暗い事件の犠牲となった彼女はタブーのように扱われているのかもしれません。そんな中唯一未来さん個人の 公式ホームページが残されていました。ホームページといっても未来さんの写真が一面に貼られているだけの簡素というべきかコンテンツのないサイトです。おそらく制作途中で未来さんが亡くなってしまったため中途半端なまま放置されているのでしょう。ただ、一点気になることがありました。ページを開いて数分経ってもロード中のマークが消えないのです。 ネット回線に異常はなく、他のサイトや動画には問題なくアクセスすることができます。未来さんのホームページだけが、なぜか異様に繋がりが悪いということになります。繋がりの悪いホームページですかはい。まあ、だからって何があるわけでもないんですけどね。受付さんもご存知だとは思いますが、容量の多いサイト。例えば、画像がたくさん掲載されているサイトは、ロードが遅くなります。 大量ののデータを読み込むのに時間がかかるかるらです。いつまでたってもロードが終わらないということはこのサイトは現在何らかのデータを読み込んでいる最中ということですでもそういう場合ちょっとずつ画像が表示されていくみたいに何らかの変化がありますよね未来さんのサイトもう何分も同じ画面でこれで全部というかこれ以上新しいデータが表示される気配がないんですけど もしかしたら目に見えないデータが読み込まれているのかもしれません目に見えないデータあらゆるサイトやアプリには背景が設定されています LINE トーク画面の青空が代表例ですが他にも例えば山梨県のとある観光サイトは富士山が背景になっていたりします背景を設定すればその上から文字を打ち込んだり画像を貼り付けることができるすると例えばですか 富士山の山肌に青い画像を貼り付けた場合その画像は背景に溶け込んで見えなくなります言うなれば擬態緑色の昆虫が葉っぱと同化して身を隠すようなものですこういう方法でウェブサイトに隠しメッセージを忍ばせる遊びが昔流行りましたじゃあ未来さんのサイトには隠しメッセージが仕込まれていてそれを読み込んでいるということですか そういうういい可能性もああるという話ですまあ、どんなに容量の多いサイトでも時間をかければロードは終わります待ちましょうページを開いてから約10分ようやくロード中のマークが消えましたデータの読み込みが完了したということですもしここに隠し画像が貼られてるならあ栗原さんの言う通りです なんか、文字の画像が貼ってありました。なんて書いてありますか画像を保存し、表示すると。未来を一緒に探してください、ですか。文字を透明にくり抜いた画像が、ちょうど未来さんの写真に溶け込むように、まさに擬態するように作られた隠しメッセージです。この画像、 サイズが40万キロバイトもありました。ネットの画像は200キロバイトぐらいが一般的なので2000倍ですよ。読み込むのに10分もかかるはずですよね。つまり、未来さんの写真をただ10分間も見つめられるような数拝者でなければ、このメッセージを見つけることができないというわけですね。その言葉に少し寒気がしました。ただの熱心なファンでは足りない。 狂気のような愛情を持つ人間だけが招かれる場所一体それはパスワードですか未来さんの出身地わかりますはいウィキペディアに「東京都」って書いてありましたダメだもっと詳しく入れないといけないのかなあるいは大文字で入力するとかね その後、いろいろなパターンを試しましたがいずれも間違っていましたまいったなでは私が一肌脱ぎますかえパスワード解析が得意なんです学生時代ハッキングをかじってましてね何ちゅうもんかじってるんですか一旦電話を切りますね分かったらこちらからかけ直しますはい解析できました早いですね 私が色々試しててる時にに。やっっくれればよかったのに人がアクセスしてるのは面白いですからねところでパスワードがちょっと意外でして川越だったんですよ川越確か川越市って埼玉県ですよねウィキペディアには東京都出身って書いてあったのに公式プロフィールを偽ってたんじゃないですかおしゃれなイメージをつけるために東京生まれってことにするなんてのは芸能界ではよくあることです でもコアなファンは本当の出身地を知っている。これもまたよくあることですそれくらい未来さんに詳しいファンを選別しようとしてるってことか掲示板2019年6月30日22時投稿者春ナサ沙織 ここまでたどり着いた方は、きっと心から未来を愛している方だと思います。そんな皆様にお願いがあります。すでにご存知かとは思いますが、今月8日以来、未来は行方不明になっております。未来の居場所に繋がりそうな情報がありましたら、この掲示板に書き込んでいただけますと幸いです。警察は頼りになりません。SNS に溢れ返るヤジウマは迷惑なだけです。 未来に深い愛称を持ってくださる皆様だけが味方だと思っています。書き込みをされる方は必ずはじめに顔写真付きの異文証明書を投稿してください。書き込み時の名前は本名でお願いいたします。ハルキナサオリハルキナサオリって誰ですか母親です。未来さんと二人暮らしでマネージャーもやってたそうです。 未来さんが行方不明になったのが6月8日20日経ってもなかなか捜査が進展しないことに業を煮やした母親が掲示板を作ってファンに協力を呼びかけたわけですねそれにしても顔写真付きの身分証を求めるなんて均衡みたいですねそれくらい本気度の高い人たちを求めていたんでしょうね1人目の有志が現れたのは7月9日投稿者の名前を見た時士感を覚えました 石野和也。あ、この人、あの夜、七夜木ホテルに泊まってた団体客の一人です。どうやら、彼だけではありません。七夜木ホテルの団体客、ほぼ全員、このサイトの常連だったみたいです。え確かに、その通りでした。石野和也、村井光太、枝野誠、秋健太郎、刈ヶ谷幾と、田中恵美、名崎広香。 猿ルハリナオキを除く7名が、たびたびメッセージを書き込んでいます。つまり、このサイトの常連メンバーが、未来さんの敵討ちのために、クラベスセージを。ひとまず最後まで読んでみましょう。何かヒントが見つかるかもしれません。そうですね。どんな陰惨な言葉が交わされているのかと思いきや、意外にも、投稿はどれもポジティブなものばかりでした。彼らは、 SNS やビラ配りなどで未来さんの行方を懸命に探しその成果を互いに報告し合っていました倉部誠司や七八木ホテルへの言及は一切見当たりませんしかし途中で異変に気づきましたあれ ?9 月2日以降投稿が消されてる七八木ホテル遠隔犯罪の6日前ですね この辺りからみんなで悪い相談を始めたのかもしれません。つまり、クラベにどうやって復讐してやろうかっていう相談。その後の投稿はほぼすべて削除されていましたが、最後に一つのメッセージが残されていました。犯人は我々の手で闇に葬りました。やっぱりそうだったんだ。このメンバーで結託してクラベに復讐をするために。 しかしよく考えるとおかしいことに気づきました栗原さんこの掲示板のメンバーは未来さんのファンとしては一流だけど一般人ですよねそんな彼らがどうして比べが犯人だと特定できたんでしょうしかも彼が9月8日に七夜ホテルに泊まって遺体を掘り返すことをあらかじめ知っていた警察さえできなかったことをどうして内通者がいたのかもしれません 内通者団体客の中にサルハリ直樹という人物がいますよねこの名前実は別の場所でも登場しているんですえ心霊動画をもう一度よく見直してくださいうわすげえフルネーム書いてあるんじゃんこんなにいっぱいでもあれか電話番号ちょっとか住所とか書いてないあ6月8日 月日この人物未来さんが失踪した日に七八木ホテルに泊まっているんです偶然とは思えません未来さんの遺体を埋めるために付近にある七八木ホテルに泊まったと考えるのが自然ですじゃあこのサルハリって人がクラヴの共犯者でファンのふりをして掲示板に忍び込んでメンバーに情報を与えて先導してクラヴを事故死させた 比べを裏切ったってことかただ一つだけ気になるのは何ですかいえ気にしないでくださいしかし残念ですねサルハリ直樹の書き込みが読めればいろいろなことが分かりそうですが一つもないんですよ確かにサルハリの投稿は見当たりませんねおそらく9月2日以降に参加したんでしょう消されちゃったのか栗原さんハッキングで復元できないんですか 私の技術では無理です。でも、どんな内容が書き込まれたかを調べる方法はあります。えここに書き込んでいたメンバーに直接聞けばいいんです。幸い、身分証な画像は削除されていません。これだけ人数がいれば、一人くらいコンタクトが取れるかもしれませんよ。アナログだなぁ。電話を切った後、メンバー全員の氏名を調べました。すると、 一人の人物の SNS にたどり着きました。名崎ろか名字、名前とも珍しく、同姓同名の別人とは考えづらい。そして何より。間違いありません。私は名崎さんにダイレクトメッセージを送ることにしました。やりとりを繰り返す中で、名崎さんは春木ミ未来さんのファンだったこと、掲示板に書き込んでいたことを自ら教えてくれました。 私は少し不思議に思いました。もしも名崎さんが遠隔犯罪に加担していたのなら多少の罪悪感を持つのが普通です。しかし彼女の文面からはそういった後ろ暗さが感じられませんでした。遠隔犯罪という推理が間違っていたのか、それとも自分のした行為を正義と信じきっているのか。何度目かのメッセージで私は削除された投稿について質問しました。 すると。はい、さきです。不欠です。この度はいろいろと教えていただいてありがとうございました。いえ、全然。むしろ大歓迎です。ミララちゃんのこと話せる相手がいないんで嬉しかったです。その時、事件の謎とは無関係と思いつつ、ある質問をしたくなりました。 あの、なさきさんはどうして、ハルキなみらいさんのことをそこまで好きになられたんでしょうかミララちゃんのことを知った当時、私、仕事があまりうまくいかなくて落ち込んでたんです。見かねた先輩がアイドルのライブに誘ってくれて、その時初めてミララちゃんのステージを見たんです。当時まだ15歳の新人で、歌もダンスも正直うまくなかったけど、なんか、 妙な切迫感があっっっって、て思わわず引き込まれちちゃゃたたんん、んでですすよよ。ね。ミララちゃんステージの終わりにに客席に向かってこう言ったんですよ私、どうしてもアイドルにならないといけないんです。私をアイドルにしてくださいって、すごいでしょ ?10 代半ばの女の子がそこまでの使命感を持って夢を追ってることに衝撃を受けて、若い子がこんなに頑張ってるんだから私も落ち込んでられないって思えたんです。今の私があるのはミララちゃんのおかげです。なるほど。だから、 ミララちゃんが失踪したって聞いた時は本当に不安で5分おきにネットニュースをチェックして夜も寝れない日が続きましたそんな時あのサイトを見つけたんですパスワードすぐにわかりましたミララちゃんの本当の出身地はファンクラブのライブで時々本人がネタにしてましたからそこには私と同じようにミララちゃんが心配で仕方ないって人が何人もいて救われた気持ちになりました情報交換したり 一緒にビラ配りをしたり、本当に最初はみんな最高の仲間だったんです。だけど、9月2日の0時、お母さんがとても悲しい投稿をしたんです。お母さん、春なサオリさんのことですかそうです。スクショがあるので今送りますね。それはあまりにも衝撃的な内容でした。ご報告があります。 先ほど、犯人を名乗る人物から連絡が来ました。未来はすでに死亡したと知らされました。お見せすることはできませんが、証拠写真も確認しました。突然のことで気が動転しておりますが、何を差し置いても、まずは皆様にご報告すべきと考え、この文章を書きました。たくさんご協力いただいたのに、こんな最後になってしまい、とても無念です。犯人を名乗る人物。 クラベか、サルハリか。いや、二人が共同して母親に連絡を。何のために。その日、初めて会社を休みました。目の前が真っ暗になって、大げさに聞こえるでしょうけど、生きる希望を失ってしまったんです。心の支えにしていた方が、こんな最後を迎えたら、悲しいですよね。他のみんなも同じだったようで、掲示板は悲痛な投稿が飛び交ってました。俺は絶対信じない。 ミララちゃんは死んでないって人もいたし犯人を特定してやるって息巻いてる人もいましたみんなどこかに感情をぶつけないと正気を保てなかったんですでもそれだけじゃなくてお母さんおりさんを思いやる投稿もたくさんあってやっぱりこの人たちは素敵だなって感動しました報告のメッセージ以来おりさんの投稿が途絶えていたので心配だったんですけどその日のお昼頃に1件の新着がありました ほっとする反面、ああ、やっぱり本当にミララちゃんは死んじゃったんだなって現実味が出てきて、また泣いちゃいました。でも、それから、なんだか様子がおかしくなっていったんです。どういうことですかこのメッセージから少し経って、またサオリさんから投稿があって、それが、なんか変なんです。ご相談させてください。先ほど、警察署に向かおうと準備をしていたところ、再び、 犯人から連絡が来ました。未来の遺体が埋められている場所を教えられました。正直な気持ちを申し上げると、今、とても心が揺れています。本来であれば、すぐに警察に伝え、現場を調べていただくべきだとは思いますが、私は、それがとても嫌なのです。未来が失踪した時に対応していただいた警察官が、とても高圧的で、それだけでなく、 未来がアイドルをしていると伝えると、あからさまに馬鹿にするような発言をされました。彼らの手で未来の体が掘り起こされるのがどうしても我慢できません。未来があまりにも不憫です。そこで皆様にお願いがあります。私と一緒に遺体を掘り起こしていただけないでしょうか。この3ヶ月間、皆様がどれほど未来を愛してくれているのか痛いほど実感しました。 愛情ある皆様の手で土の中から救い出していただくことが未来にとって一番幸せだと思います。もしも参加してくださる方がいらっしゃいましたらメールアドレスを教えてください。遺体の場所や掘り起こしの日時など個人的にご連絡をさせていただきます。サウリさんの気持ちが全くわからないわけじゃないんです。でも、だからといって、 警察でもない私たちが勝手に遺体を掘り起こしていいわけがないし、メンバーのみんなも警察に行った方がいいと思うみたいなことをやんわりと伝えていました。それは、そうですよね。でも、沙織さんは絶対に折れなかったんです。生前のミララちゃんがどれだけファンのみんなを愛していたか、素晴らしいステージを見せるために努力していたか、そういったことを長文でいくつも投稿して、 それを読んでもだからといってじゃあ私たちの手で遺体を掘り起こそうという気にはなりませんでしたそれはみんな同じだと思ってたんですでももともとあのサイト少数精鋭のファンが集められた相当濃い空間だったこともあっていつの間にか異様な連帯意識が生まれていたんだと思います何でしたっけ 日本史に出てくる北条政子の演説みたいにお母さんの言葉でみんなの気持ちが一つになった一つになってしまったっていうのかな参加を表明する人が次第に現れてそれは異様ですねでもどうして沙織さんにそこまでみんなを先導する力があったんでしょうかミララちゃんのファンは沙織さんへの思い入れも強かったですから 彼女は単に母親というだけでなくて二人三脚で芸能界を駆け抜けてきたパートナーだってみんな知ってたんです例えばミララちゃんのファーストアルバムのタイトル「Song for ミ i m i って言うんですけどリミっていうのは女性の名前ではなくてミララちゃんとサオリさんの絆を表す言葉なんですリミが絆サオリ・ミライサオ・リミライつまり2人をつなぐ言葉がリミってことです 2人はずっとその言葉を大切にしていて、初めてのアルバムのタイトルは「ギミってつけようね」ってデビュー前から約束してたとミララちゃんがライブでよく言ってました。なるほど。だから、サオリさんの言葉は特別なパワーを持っていました。あの掲示板で彼女の言うことは絶対だったんです。それで気がつけばいつの間にか掘り起こしに参加しないのは私1人になっていました。すると怖いもので。 お前は裏切るのかみたいな空気になっちゃって。仲間外れにされるのが怖くて、私も参加を表明してしまいました。集団心理ってやつですね。そう思います。あ、そういえば、その時不思議なことがあったんです。不思議なこと今まで一度も投稿したことのない知らない人が、突然自分も参加したいって書き込んだんです。サルハリ サオリさんに促されて、その人は免許証の画像をアップしました。今でも、どうしてこの人が掘り返しに参加しようと思ったのか、謎なんですけどね。送られてきた画像を見て、私は、思わず息を呑みました。クラベ生死。頭が混乱しました。犯人であるクラベが、ミライさんを遺棄した場所をサオリさんに教えた後、 ファンに混ざって遺体の掘り起こしに参加。全く意味がわかりません。突然現れたクラベさんをメンバーのみんなは怪しんでました。でも、サオリさんが、クラベさんも仲間に入ってもらいましょうと好意的に受け入れたから、みんなもしぶしぶって感じで。その後の連絡は、サオリさんから直接メールで送られてきたそうです。サオリさんは、たった一人で日程調整。 ホテルの予約をテキパキと済ませ、9月4日には部屋番号を知らせるメールが届いたといいます。近くのホテルに泊まって夜中にみんなで掘り起こしに行くから、9月7日の夜10時までにチェックインをしてほしいと、各自部屋が割り当てられていて、私は601号室を指定されました。つまり、掲示板メンバーをホテルに集めたのは、遠隔犯罪を計画したのは沙織さんということ。 予想外の形でパズルのピースがはまっていきます。沙織さんのあまりの手際の良さに私は言われるがままという感じで内心不気味さを感じながらも9月7日の午後指示通りホテルに入りました。その後夕方に全員がチェックインしたことを知らせるメールが1通日付が変わって夜中の午前1時前 遺体の場所と集合時刻を知らせるメールが一通届きました深夜2時に出発するからそれまでにロビーに集まってほしいと添付されていた地図には遺体の位置に星マークがついていましたメールが送られてくるにつれ名崎さんの中である疑惑が膨れ上がっていったそうですそもそも犯人はどうして沙織さんに遺体の場所を教えたんだろう 遺体が見つかれば逮捕される危険が格段に上がりますよね。愉快犯だとしてもそこまでのリスクを冒すかなっていうのはずっと疑問でした。それに沙織さんがあまりにも犯人に対して無頓着なのも気になっていました。犯人から直接連絡があったら普通は相手は誰なんだろうとか自分も狙われるんじゃないかとかいろいろ考えますよね。でも沙織さんの投稿は遺体の振り起こしに関することばかりで。 犯人には全然興味がないって感じでした。犯人の存在感が透明すぎるっていうのかな透明そうなると、もしかして犯人なんて存在しないんじゃないか、沙織さんのでっち上げなんじゃないかって思えてきて。その時初めて、あえて考えないようにしていたもう一つの可能性に向き合おうと思ったんです。ウケツさん、ミララちゃんが失踪前に X に残した投稿知ってますか はい。当時ネットでは、ミララちゃんが外出中に暴漢に襲われて、公衆トイレに逃げ込んだっていう見解が主流でした。でも、私はちょっと違和感があったんです。襲われてトイレに逃げ込むのはわかります。でも、わざわざ鍵もかけたって書くのはおかしくないですかどうしてですかだって、公衆トイレの個室に入ったら、鍵を閉めるのは当たり前じゃないですか。公衆トイレに入ることと、 鍵を閉めることはセットです。はあ、確かに。公衆トイレの個室に入って鍵をかけないっていうケースはゼロですね。もしミララちゃんが逃げ込んだのが公衆トイレなら、トイレに逃げたとだけ書くのが自然だと思うんです。鍵もかけたってわざわざ明記したってことは、普段は鍵をかけないけど、その時だけは特別にかけたっていうニュアンスが含まれている気がするんです。なるほど。だから、 ミララちゃんがこの投稿をしたのは別の場所だと思いました。じゃあ、恋人とか友達の家のトイレとか年頃の女の子が恋人の家で鍵をかけずにトイレをするのは不自然です。友達の家でも少なくとも私は絶対鍵を閉めます。若い女の子が普段鍵をかけずにトイレをする場所があるとしたら自宅ぐらいしかないと思います。じゃあ、 未来さんは、家の中で誰かに襲われて、家のトイレに逃げ込んだんです。最初は、空き巣か強盗かと思いました。でも、そう考えるとおかしいんです。この文面から、ミララちゃんがトイレの中で投稿したことは明らか。つまり、スマホを持っていたってことです。相手が本当に恐ろしい暴漢なら、警察に通報するのが普通じゃないですか。SNS なんてやってる場合じゃない。ミララちゃんはその時、 怯えながらも心のどこかで、そこまで大したことじゃないと思っていた。それは、襲われた相手がとても親しい人物。例えば、家族だったからじゃないかって。ミララちゃんの家族は、一人しかいません。疑惑が確信に変わった時、新しいメールが届いたと言います。時刻は、午前1時30分。集合時間の30分前でした。 突然申し訳ありません。予定を変更します。皆さんは部屋から出ないでください。その代わり、私の指示に従い、あることを行ってください。難しいことではありません。私が合図をしたら、部屋の窓を開けて、手を外に出してください。皆さんには、ほんの数分間だけ、一枚の紙を持っていただきたいのです。詳細は、追って連絡します。 このの文明遠隔犯罪の指示するとやはり比べ事故死の死亡者は沙織さん一体彼女は何をしようともう意味が分かりませんでしたどうしていきなり掘り起こしが中止になったのか何のために紙を戻されるのかそもそもそれは何の紙なのか理由は分かりませんけどその時点で沙織さんへの信用はゼロに近くなってました このまま言う通りにしていたら何か恐ろしいことに加担させられる気がして一人でこっそりチェックアウトをしてホテルを抜け出しました。それ以来掲示板は見ていません。クラさんが犯人ってことにされてますけど私はそうとは思えないんです。今、点と点が繋がりました。あの夜、紙が強風でめくれてしまったのは601号室に誰もいなかったから。 ナ崎キさんが離脱したことで人形が崩れたのでしょう。しかし、それでも計画は成功した。あと一人でもナザキさんと同じような離脱者がいれば。でも、サオリさんが犯人だとすると、質の娘を手にかけたってことですよね。アイドルになることを応援して、マネージャーまでしていた彼女がどうして。それは分かりません。わからないけど。 9月8日以降のニュースで、ミララちゃんの遺体の DNA と自宅にあった髪の毛の DNA が一致したから本人だと分かったって報道されてたんです。ああ、それは私も新聞記事で読みました。少し変じゃないですか確かに、毛髪から DNA を検出することはできます。でも、もっと確実な方法があるんです。親の DNA と比較するって方法です。人はみんな、 両親から半分ずつ DNA を受け付きます。だから、母親と娘の DNA は50%一致する。遺体の身元を特定するなら、母親である沙織さんの DNA と比較するのが一番確実なんですよ。なのに、どうして警察はそうしなかったんだろうって。もしかしたら沙織さんは、ミララちゃんの本当の母親じゃなかったのかなって思うんです。なさきさんの言う通り、 サオリさんが事件に深く関わっていた可能性は高いと思いました。しかし、だとしたら彼女はクラ誠二とどのような関係にあったのか。そして、内通者、サルハリナオキとはサルハリナオキ。サルハリナオキ。は、る、き、 な、さ、お、り、そうか。サルハリナオキは、サオリさんの偽名。つまり、ミライさんが失踪した6月8日に七夜木ホテルに宿泊したのは、遺体を埋めたのは、サオリさん。もしかしたらサオリさんは、ミララちゃんの本当の母親じゃなかったのかなって思うんです。ハルキナサオリとは、 <体>2019年6月8日春木ミ未来さんが行方不明になる6月30日母沙織さんが掲示板を作り未来さん捜索の依頼をする9月2日沙織さん掲示板のメンバーに犯人から遺体の場所を知らされた掘り起こしたいから手伝ってほしいと懇願掲示板に比べ政治が現れ掘り起こしに参加を表明する9月7日 クラベを含む掲示板メンバーは、七八木ホテルに集合。9月8日、午前1時前、遺体が埋まっている場所を、サオリさんがメンバーに伝える。午前1時過ぎ、クラベ、一人でホテルを抜け出す。午前1時半、サオリさん、掘り起こしの中止をメンバーに伝える。その代わり、髪を窓から張り出してほしいと要望。未来さんの遺体を掘り起こしたクラベ、ホテルに戻る途中で事故死。では、 蔵部誠二と春ナサ沙織は共犯者だったとそう考えるしかないと思います動機はわからないけど二人は何らかの目的で未来さんを手にかけ埋めファンを集め遺体の掘り起こしを要望しみんなを七上げホテルに集めたそしてこれも目的がわからないですが集合時間前に蔵部は一人で遺体を掘り返しに行ったところが最後の最後でサオリさんは蔵部を裏切った ホテルに戻る途中の比べは沙織さんの策略で事故死ということかと本当にそうでしょうかえ本当に2人は共犯なのでしょうかまず未来さんが襲われた事件に関して名崎さんの言うとおり確かに SNS の投稿内容を見れば犯人はオリさんだと推理できるトイレに鍵をかけないのは自宅くらいというのは女性ならではの発想ですね 私が女性なら分かっていたでしょうが、そうではないので考えが及びませんでした。負け惜しみそして次に、未来さんの遺体遺棄に関して。宿泊名簿から、この日、七八木ホテルに泊まったのは、猿張直樹、つまり、沙織さんのみ、比べは泊まっていません。ゆえに、沙織さんが一人で遺体を埋めたと考えられる。要するに、この事件における最初の犯罪、未来さんを手にかけ、 遺体を埋めるという行為は沙織さんが単独で行ったと考えられますもしもクラが共犯なら二人で行うか何かしら手伝うはずじゃないですかまあ確かにそれだけではありません9月8日のタイムスケジュールを見直しましょう沙織さんが遺体の場所をメールで送信したのは午前0時58分そしてクラベがホテルから外出したのは午前1時過ぎこの流れ 比べは沙織さんのメールを見て遺体の場所を知り急いで掘りに出かけたと考えるのが自然じゃないですかすると比べはこのメールを見るまで未来さんの遺体がどこに埋まっているのか知らなかったということです遺体の場所すら知らない男を果たして共犯者と呼べるでしょうかでも共犯じゃないとするとつまり蔵部が最初から事件と無関係だったとすると彼はなぜ遺体の掘り起こしに参加したんでしょう ファンだったんじゃないですかああ単純に彼は未来さんのファンで沙織さんの呼びかけに共感しただけってことかいやでもだとしたらどうして比べはあの日集合時間前に抜け駆けして一人で遺体を掘り起こしたんですか未来さんの骨が欲しかったとかね骨犬じゃないんだからしかし彼の行動を見ていると未来さんの遺骨が欲しくて仕方ない人間に見えます そして、沙織さんは何らかの理由で比べを恨んでいた。復讐のために、彼の、それこそ犬のような習性を利用して、罠にはめ、事故死させる計画を立てた。つまり、沙織さんは復讐のために、娘の未来さんを餌として利用したということです。いや、そんなめちゃくちゃな。しかし、ものは試しです。一度、この仮説に従って、推理し直してみませんか 意外とすべての辻褄つまが合うかもしれませんよ。未来さんの骨を欲しがる比べそんな比べの修正を利用して彼を罠にはめたサオリさん、サオリさんに利用された未来さん、この不可解なトライアングルが事件を紐解く鍵になるというのでしょうか。私はとりあえず、栗原さんの推理を黙って聞くことにしました。6月8日 沙織さんは娘のミライさんを手にかけ、遺体を三重県の森林に埋めた。その後、警察に、娘が失踪した、と嘘の届け出をした。一方、ミライさん失踪の報道を見た比べは焦る。このままミライさんが見つからなければ、一生彼女の骨が手に入らないかもしれない。彼は個人的にミライさんの行方を探し始める。6月30日、 サオリさんは掲示板を開設し、ファンに未来さん捜索を依頼。というのは建前で、本当はクラベをおびき寄せるための罠だった。飛んで火にいる夏の虫で、クラベは掲示板を発見。有力な情報が書き込まれないかチェックを始める。9月2日、サオリさんが動き始める。メンバーに、犯人から遺体の場所を知らされた。掘り返したいから協力してほしいと要望。 もちろん、これは彼女の自作自演です。犯人などいないし、連絡もない。しかし、何も知らない比べはすっかり騙され、これをチャンスと考えた。掘り起こしに参加し、隙をついて遺体を奪えば、未来さんの骨を独占できる。9月7日、七上げホテルに全員集合。9月8日、午前1時前、沙織さんはメンバー全員に遺体の場所と集合時間を知らせる。 クラベはこのメッセージを見て、またとないビッグチャンスだと考えた。集合時間までに一人でこっそり遺体を掘り起こしてトランクに隠してしまえば、隙をつかずとも楽に骨を独り占めできる。午前1時過ぎ、クラベはしめしめとホテルを抜け出す。午前1時半、今度はサオリさんが動き出す。クラベ以外のメンバーに遠隔犯罪の協力を依頼。ナ崎さんを除き、メンバーは 派手なマークを頭に浮かべながらも言われた通りにした未来さんの遺体を手に入れた倉部帰り道でサオリさんの策略にはまり事故死。翌朝倉部の事故車が発見され同時に未来さんの遺体も見つかる警察はクラベを犯人と5人全てはサオリさんの手のひらの上だったわけです確かにそう考えればいやそうとでも考えなければ この不可解な事件を説明することはできそうにありませんしかし理由がわからないクラベはなぜ未来さんの遺骨が欲しかったのかサオリさんはなぜクラベを恨んでいたのかそして未来さんはなぜ犠牲にならなければいけなかったのかサオリさん自らマネージャーをやったり未来さんの夢を応援するいいお母さんだと思ってたのにそのことについてですか ウケさんは未来さんの発言についてどう思いますか未来さんの発言私、どうしてもアイドルにならないといけないんです。私をアイドルにしてください。名崎さんはこれを使命感と受け取ったそうですが、私から言わせれば、脅迫観念です。未来さんはなぜそこまで病的にアイドルになることを目指していたのでしょうか病的オリさんの計画には、 熱狂的なファンが必要です強い信仰心を持つ彼らがいなければこの計画は成功しなかったもっと言えば未来さんが一般人だったら失踪のニュースが比べに届いたかどうかもわからないもしかしたら未来さんはサオリさんからアイドルになりなさいと命令されていたのかもしれませんじゃあサオリさんは最初から復讐の道具にするために未来さんを育てていったということですか どうでしょうね沙織さんは本当に未来さんの母親なのかという名崎さんの疑念。私は半分同意します。わからない。三人に何があったのか。三人が交差する場所は、今のところあの掲示板しかありません。川越え。んその時。 心に引っかかるものがありました。何か重要なことを見落としているような。関東在住の人間にとって川越といえば埼玉県川越市です。しかし、例えば湯沢という地名が秋田県と新潟県の両方にあるように、日本各地には地名かぶりがいくつも存在します。川越は果たして埼玉県にしかないのでしょうか なんか、そういうことだったんだ。もしもし。栗原さん、わかりましたよ。何がですか春木菜親子と、くらべ誠治の関係です。川越という地名は、二箇所存在する。一つは、埼玉県川越市。そしてもう一つは、三重県川越町。 三重県七上げホテルがある場所いや倉部誠司の出身地倉部と未来さんは同郷だったということですかそうです3人のつながりは東京ではなく三重県にあったんです倉部誠司去年45歳三重県出身地元の有力企業群、張柄グループ現会長の次男で大学卒業後も定職に就かず悠々自適な生活を送っていた 若い頃から女性への乱暴行為を繰り返していたが、いずれも両親が多額の指南金を払い、不起訴処分になっていた。しかし、27歳の時、4度目の逮捕で、相手側が被害届を取り下げず、講師所で約1ヶ月を過ごす。結果、証拠不十分で不起訴となったが、1ヶ月の交流生活が余ほど答えたのか、それ以降の逮捕歴はない。翌年、親元を離れて上京し、 一般企業に就職、32歳で結婚。この時、婿養子に入り、妻の苗字である、クラベに改正。年齢から計算すると、クラベが4度目に逮捕されたのは2001年。その翌年に上京しているということは、彼は2002年まで三重県にいたことになります。一方、春木奈ライさんは2019年に満17歳で死亡。つまり、 2002年生まれ、二人が重なる期間は非常に短い。しかし、私はこの短さが重要なのではないかと考えました。その考えを裏付けるものはないか探したところ、一つの記事が見つかりました。それは、三重県の女性人権保護団体が定期更新しているウェブマガジンに掲載された古い記事でした。被害者遺族に聞く後悔と怒り。 音を返してください近年性犯罪の件数は増加の一途をたどっているしかし依然として量刑は軽く被害者の勇気も虚しく訴えが退けられるケースも多いのが現状だ傷つくのは被害者だけではない性犯罪によって家族を失い苦しみながら生きる人たちがいる今回インタビューを受けてくれたのは川越町に住む沙織さんという女性だ サオリさんには4つ年の離れた妹がいた。名前はリミーさん。漫画が大好きで、子供の頃によく2人でお気に入りのキャラクターを自由帳に書いて遊んだという。サオリさんが19歳、リミさんが15歳の頃、両親が事故死。2人には頼れる親戚もなく、サオリさんは学校を辞め、家計を支えるために働き始めた。昼は工場勤務で、夜は水商売ですね。 どちらもいつまでもできる仕事ではないですから、合間を縫って理学療法士の勉強をしていました。私の生活がそんなですから、家のことは妹に任せっぱなしでした。遊びたい年頃だろうに、食事や洗濯、掃除から月の支払いまで全てをやってくれていました。あの頃は今が地獄だと思っていましたけど、振り返ってみると、二人で過ごした時間は宝物です。 姉妹の生活は一人の卑劣な男によって破壊された。ある夜、妹が珍しく夜遅くに帰ってきました。たまには息抜きも必要だろうと思って何も言いませんでしたし、あの子も黙っていました。きっと恥ずかしくて言えなかったんだと思います。しかし、一人で心の傷を抱えるのが耐えられなくなったのか、数ヶ月後、リミさんは性被害を受けたことをサオリさんに伝えた。 過呼級になりながら震えた声で話すあの子の姿が今も目に焼き付いています。妹は警察には言わないでと言いました。お姉ちゃん以外には知られたくないと。でも私は我慢できませんでした。大切な妹をここまで苦しめた男が何の罰も受けないなんて絶対に我慢できないと思いました。沙織さんはリミさんを説得し被害届を提出した。その直後、 容疑者の親から時短を持ちかけららをけれました私が一生働いても得られないような金額でした。妹は、時短を受け入れたいと私に言いました。今の仕事を続けたらいつかお姉ちゃんは体を壊す。お金があれば二人で楽しく暮らせると。でも、当時の私は堅くなでした。人間としての尊厳を踏みにじられて、それをお金で許そうとする妹に腹が立ちました。 悔しくないのと、叱りつけたこともありました。きっと、私が間違っていたんだと思います。最後にはリミさんが折れ、示談は不成立となったが、結局、容疑者は不起訴処分となった。犯行から時間が経過していて、証拠に乏しかったのが良くなかった、と警察からは言われました。でも、それだけが原因ではないと思っています。容疑者の親は、地元で有名な企業の社長で、 何かしらの根回しがあったのではないかと疑っています。でも、事実がどうあれ、弱い私にはどうすることもできません。結局、妹の心を余計に傷つけただけでした。沙織さんは、次第に自分の判断を後悔するようになったという。被害届を出さなければよかった。せめて、お金を受け取ればよかった。そうすれば、妹の心を慰めることが、 少しはできたかもしれない。その後悔から私は一層がむしゃらに働きました。妹に辛い過去を忘れてほしくて、高い服や高級な料理、綺麗なアクセサリーなど思いつくものは何でも買い与えました。そのために水商売の仕事を増やして、体も売って、とにかくお金を稼ぎました。でも私の行動は全てが裏目に出ました。寝る間もなく働く私は、 妹の体の変化に気づいてあげられなかったんです。ある日、沙織さんが帰宅すると、ギミさんが浴室で倒れていた。洗剤によるガス中毒だった。病院に搬送される際、ギミさんのお腹がやけに膨らんでいることに気づいた。あの子は妊娠していたんです。そんなはずはないと思いました。検査はしたけど、妊娠はしていなかったと聞いていたので。でも、 後で調べたら、あの子が受診した履歴がなかったんです。きっと、市販の検査薬を使ったんだと思います。使い方を間違えたのかもしれません。まだ幼くて、知識のなかったあの子は、気づかないまま、22週を過ぎてしまったのだと。憎い男の子供を産まなければいけないという事実に耐えられなかったんでしょうね。搬送が早かったのか、お腹の赤ちゃんはギリギリのところで無事に取り出されました。 未熟児でしたが、命に別状はありませんでした。でも、妹は昏睡状態に陥ったまま、1ヶ月後に息を引き取りました。リミさんの部屋には、メモ書きが残されていた。この言葉の意味を、今も考え続けています。以前は、お姉ちゃんの分の不幸まで私がかぶった、自分が身代わりになった、という意味だと思っていましたが、 最近は、もしお腹の子の命が助かったら、お姉ちゃんが代わりに育ててね、みたいな、そういうお願いの言葉なのかもしれないと思うようになりました。リミさんの真意はどうあれ、現在、サオリさんは生まれた子供の母親になっている。複雑な思いはありますが、子供に罪はありません。妹のために、この子を育てていきたいと思っています。最後に、犯人に対する気持ちを聞かせてもらった。 絶対に許しません。DNA 鑑定をすべきか何度も考えました。でも、それをすることが果たして子供のためになるのかと考えると、今はすべきではないという結論に至りました。この子が生きている限りは、そういった話題とは無縁な環境で育ってほしいと思います。DNA 鑑定これは、沙織さんが比べ政治に向けた とても遠回しな脅迫なのではないかと思います。人は両親から DNA を半分ずつ受け継ぐ。故に DNA、e、が50%一致すれば、親子であることが証明される。生まれた子供、未来さんの DNA を調べて、それを比べの DNA と照合すれば、彼が未来さんの父親かどうかわかる。つまり、それが性犯罪の証拠になる。性犯罪の場合、捜査のために、 容疑者の DNA のサンプルが収集されることが多いそうです。警察には、クラベの DNA データがある。だから、沙織さんがその気になれば、クラベを起訴できるかもしれないということです。しかし、あえてそれをしない選択をしたと彼女は言っているわけですね。はい。ただし、この子が生きている限りはという条件をつけています。言い換えれば、この子が死んだら、 DNA 鑑定によってクラベを起訴するかもしれないということです1ヶ月の交流生活に懲りていたクラブはこれを読んで怯え三重県から逃げ出したのではないかと思いますなるほどしかしそもそもどうして沙織さんはその時点で DNA 鑑定をしなかったのでしょうかそういった話題とは無縁な環境で育ってほしいと口では言っていますがその後の行動を考えると 彼女が未来さんの幸せを願っていたとは考えづらいです。ここからは想像になってしまいますが沙織さんはもっと大きな復讐を望んだのではないかと当時の日本の法律では性犯罪は数年間の懲役刑が一般的だったそうです。有罪が確定しても比べはすぐに刑務所から出てきてしまう。沙織さんが失ったものに対してその罰はあまりにも小さすぎる。それどころか クラベの親の根回しで減刑されてしまうかもしれない。だから彼女はもっと長くて恐ろしい罰を与えることにした。クラベは怖かったはずです。もしも病気や事故で未来さんが亡くなったら、あるいはサオリさんの気持ちが変わったら、もっと言えば未来さんが大きくなって本当の母親の話を聞かされ、彼女自身がそれを望んだら。クラベは 家庭を築いて幸せな生活を手に入れる一方でその幸せがある日突然壊される恐怖を抱えていた確かに数年の懲役より思いますかもしれませんねそしてクラベの時効が成立する前年の2019年オリさんはついに行動に出た未来さんが失踪したという報道を見てクラベは生きた心地がしなかったでしょうねそうだと思います もし彼女が何らかの事件に巻き込まれていて遺体で発見されたら夜も眠れなかったと思いますそんな中彼は掲示板を見つけるコアなファンにしかわからないパスワードもクラベは一発でクリアできたはずですなんせ三重県は彼の地元でもありますからクラベがどんな気持ちでこの投稿を読んだかは分かりませんが彼にとって悪いニュースだったことは間違いありませんライさんが亡くなったというのは 彼にとっては死刑宣告と同じですからねはいだけどこの段階では比べはそこまで焦っていなかったんじゃないかと思います遺体がまだ見つからず事件が解決していない状況ではさすがに沙織さんも過去の事件を起訴する余裕はないだろうって時効はすぐそこですからねむしろこの事件でバタバタしているうちに逃げ切れるかもそんな甘いことを考えていてもおかしくない でも、そんなある日、沙織さんがあのメッセージを投稿した。多分クラベは冷や汗をかいたと思います。遺体発見は犯人逮捕への一番の近道ですから、早期に事件が解決してしまうかもしれない。それに、掘り起こしの後で警察に遺体が持ち込まれたら、当然 DNA 鑑定を受けることになる。ついでにという言い方は不謹慎かもしれませんが。 この機を利用してサオリさんがリミさんの事件に肩をつけようと動き出す比べからすればこれが一番怖いわけですねはい、だから彼は遺体を奪った DNA 鑑定を阻止するため、そして事件を解決させないためしかしクラブも勇気がありますね参加する条件とはいえ自分の顔と名前をさらけ出すなんて敵陣に名乗りを上げて乗り込むような行為じゃないですか それ以外に助かる方法がなかったというのもあると思いますが、もしかしたら彼は、おりさんが気づかないと考えたのかもしれません。比べは結婚した時、奥さんの苗字に改正している。そして、聖事という比較的ありふれた名前。17年で顔もだいぶ変わったはずです。別人のふりをして参加しようとしたわけですか。17年もの間、恨み続けた人間を別人と間違えるわけがありません。 しかし、比べは異様なほど楽観的だった。被害者の恨みを軽く見ていたのか、もうそこまで恨んでいないだろうと、鷹をくくっていたのか。しかし、沙織さんも沙織さんで異常ですね。妹を奪われた悲しみ、蔵部への怒り、それは理解できますが、未来さんを犠牲にしたのはもはや狂気です。それは確かにそうなんですけど、沙織さんを擁護するわけではないですか。 彼女も本当はこんな結末を望んでなかったんじゃないかなって思うんです。何ででしょう名前です。沙織、リミ、ミライ。3人の名前、しりとりのようにつながってるんですよ。深読みかもしれませんけど、おりさんはミライさんのことを、リミさんから命のバトンを渡された子供と考えていたのではないかと。そうでなくても、全く愛情のない子供に。 未来なんていう綺麗な名前を付けないと思うんです。インタビューの言葉も全てが嘘ではないような気がします。妹の忘れがたみである未来さんを大切にしようという気持ちがある時期までは彼女の中にあったのではないかと。ある時期まではね。しかし、未来さんは比べの血を引く子供でもある。成長するにつれ、どうしたってある部分は父親に似てしまう。 未来さんに蔵でベ誠治の面影を見たとき、沙織さんはどんな気持ちだったか。きっと、心は揺れ動いていたはずです。十数年揺れ動き続けた心はいつしか摩耗し、狂っていった。その結果、未来さんに無理やりアイドルをやらせて復讐の道具にしてしまったんだから、人間というのは恐ろしいですね。あの、未来さんがアイドルを目指した理由についてなんですけど、やっぱり、 クリアラさんの考えは間違っていると思います。なぜですかいや、あの、これも私の想像に過ぎないんですけど、ミライさんには三人の親がいますよね。父親のクラベ、母親のリミさん、そして育ての親のサオリさん。ミライさんはクラベにとっては恐怖だった。リミさんにとっては絶望だった。そしてサオリさんにとっては、彼女は どの親かかららもも愛してもらえなかったんです。そんな彼女がたとえ他人からであっても愛情を一身に浴びることを望んだとしても不思議ではないと思うんですよねそういう強い思いがあったからこそ未来さんは人の心を掴んだ若い子がこんなに頑張ってるんだから私も落ち込んでられないって思えたんです今の私があるのはミララちゃんのおかげですそれは未来さんにとって 幸せなことだったんじゃないかなって。まあ、私の願望かもしれませんけど。願うのは自由です。電話を切った後、もう一度掲示板を開きました。少なくとも、ここにメッセージを書き込んだ人たちは、未来さんを愛していたはずです。うーん。ん最後まで読み終えたとき、 今まで見ようとしていた一つの奇妙な点に気づきました。名前が6人分しか書かれていないのです。途中離脱したな崎さんを除いても、あの日のメンバーは7人いたはず、1人足りません。石野、村井、秋、刈谷、枝野、田中。猿貼り。沙織さんの名前がない。どうして このメッセージが、あの夜の遠隔犯罪を意味しているのなら、首謀者である沙織さんの名前が書かれていないのは不自然です。その時、薄気味悪い予感が這い上がってきました。そういえば、あの後、彼らはどうしたのでしょう遺体の掘り起こしを直前で中止され、謎の神を持たされ、復讐に利用されたメンバーは、それでもなお沙織さんを信頼し続けたのでしょうかいや、 さすがにそんなはずは。だとしたら。犯人とは誰のことなのか沙織さんは今どこにいるのかあの日彼らは何をしたのかはい、もしもし。栗原です。 ちょっと面白いものを見つけましてね栗原さんがなんか見つけるの珍しいですねたまたま見た雑誌にこんな写真が載っていたんですよ今送りますはいこれ倉部誠二似ていますが別人です彼の名前は針柄誠一親の会社を受け継いだいわゆる坊ちゃん社長です調べてみたら、彼は、 クラベ・セの双子のお兄さんだそうです。通りでそっくりですね。兄弟身代わり。えリミさんが残したメモ書き。あれが、セ一とセイの兄弟のことだったらどうします クラベ政治の事故死に関しては多くの情報が世に出ているのに、それ以降、つまりクラベの車に住まれていた遺体が未来さんと判明して以降、パタリと報道が減ったのはなぜか普通に考えれば、クラベと未来さんの関係が戸籍や過去の逮捕歴から発覚したから。では、それによって何が起こるか当然、2001年に不起訴になったギミさんの事件に結びつく、そこに捜査の手が及ぶことを針柄一家が阻止したのだとしたら、よく考えれば、やはり不自然。 2019年の事件に関しては報道を許した彼らが18年前に不起訴になった事件を封じ込めようとしたのはそこに彼らにとって不都合な事実が絡んでいたからと考えるべき。例えば、比べ政治以外の誰かが関わっていた。兄弟。身代わり。将来的に針ラ家を背負って立つ長男の政治の経歴に傷をつけるわけにはいかない。だから、次男の政治が一人で罪を被っていた。被らされていた可能性は だとしたら、三人の人生は何だったの人生で一度も本を読んだことがない男が、ウケツの小説を読む。 私が短編小説を友情寄稿した前代未聞の読書本が完成しました4「走れメロス」「一房のぶどう」「年ん、そしてけつ、本棚」本を読んだことがない32歳が初めて本を読む「バイカマドミクノシン」8月3日発売ですよろしくお願いします